玄武門地図長崎新地中華街は、長崎県長崎市新地町に形成された中華街である。横浜中華街、南京町中華街とともに、日本三大中華街と称される。南北250メートルの十字路には、長崎市の姉妹都市である、福建省福州市の協力によって、石畳が敷かれ、中華料理店や中国雑貨店など、 約40件が軒を連ねている。中華街の四方、東西南北の入り口には中華門が建てられている。これらの門は1986年に商店街の振興組合が発展の願いを込めて建てたもので、資材は復州士から取り寄せ、建築も現地の職人によるものである。詩人がモチーフとなっており、風水学に基づき配置が決められている。 門の敷石に掘られている詩人は五行に基づき色が定められており、それぞれ東西南北を司さどっている。原部門に掲げてある長崎新地中華街の書は、門の建設当時、中日友好協会名誉会長であった王信による、ものである。四つの門と詩人及び五行に基づく色は、以下の通りである。街はアーチ型のイルミネーションで飾られている。 毎年旧暦の正月にあたる春節時には隣接する港公園がランタンフェスティバルのメイン会場となる。また旧暦の8月15日にあたる中秋節には黄色い蝶沈線香が灯される。表通りは人通りが多く華やかで比較的規模の大きな店が多いが裏町と呼ばれる路地には入り口も目立たず人もほとんど通らず。 店舗も小規模なものをわずかな数だけ設けるスペースしかない。江戸時代の鎖国家でも長崎は対中貿易港として認められ、再生時には約1万人の福建省出身者を中心とした中国人が長崎市中に住居した。当時の長崎の人口は7万人であったから、いかに家境が多かったかがわかる。その後、中国人の住居は、 丘陵地の東神屋敷に限定されたが、1698年の大火で、後藤町や大国町にあった、中国船の荷倉が消失したため、東神屋敷前面の海を埋め立てて、総国域を造成した。この地域が新地と呼ばれた。幕末の鎖国政策の放棄により、1859年朝紀行は国際開放され、東人屋敷は廃墟となり、 在住中国人は海岸に近い新地に移り住むようになった。これが長崎新地中華街の起源である。長崎新地中華街エビ、旅する、長崎学17、P54 エビ、旅する、長崎学17、P55。ありがとうございます。